った時にこっち運んでこっち行かせてそのままシュートに打つと遊びだけどね、これは遊びでやるときは1、2、3、3台ラストみたいな感じでトントントンこういうこともできます。あとはディフェンダーがあっちがゴールでディフェンダーがプレスできました。この時に上に入ってくるようにシャペルだね。でシャペルやりたいっていう人はしっかり膝を倒して2タッチ目で集中、ワンタッチ目は股関節全体で体全体の動きでしまってしまって、2タッチ目にギュンって決める、プッ、これが大事です。だからファーストタッチの動きここはもうこれから全体のハッピーにしちゃって、2タッチ目に力を入れてあげると結構簡単です。